はい、どうも皆さん、こんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、楽天モバイルが3ヶ月無料キャンペーンを開始、出遅れてた方も間に合いますということで、今回は楽天モバイルについてですね、この動画では楽天モバイルの1年間無料のキャンペーンが終了しましたが、また新たにですね、キャンペーンが開始したということについてお伝えします。もしこれから楽天モバイルの契約を検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということでね、今回のお題の通り、楽天モバイルを新規契約をするか、もしくは乗り換え MNP ですね。これをする場合、4月7日までは1年間無料のキャンペーンということで、大々的に取り上げられてたんですけども、今回発表されたのが、こちらの4月の8日8日より3ヶ月無料っていうようなキャンペーンが発表されました。 ちょっと細かいところを見ていこうと思うんですが、まずはこちらの楽天モバイルのプレスリリースですね。2021年4月の8日、楽天モバイル携帯キャリアサービスの本格開始から1周年を迎え、楽天アンディミット6プラン料金が3ヶ月無料になるキャンペーンを とということですごいですよね。お申し込み数が今390万回線を突破ということで、かなり人気のね、まあ、一つの携帯キャリアになりつつありますよね。今回のね、このプラン料金が3ヶ月無料になるキャンペーンについてなんですけども、説明が出ております。本キャンペーンでは、楽天モバイルが提供する料金プラン、楽天アンリミット6へ、新規または MNP 乗り換えですね。これでご契約いただいた方と、楽天モバイル、ドコモ回線、英雄回線からプラン並行いただいた方を対象に、 プラン料金が開通日から3ヶ月間無料となりますと一応ここに中1って出てるんですがそれがここですね 特典はお一人様一回戦一度のみとなってます。で、最初にお申し込みいただいた一回戦目だけ適用になると。で、他にも製品代とかオプション料金とか通話料金等は別費用が発生しますということですので、ここはちょっと気をつけないといけないですね。で、過去にプラン料金1年間無料キャンペーンが適用されていた場合は、今回のプラン料金3ヶ月無料キャンペーンは適用対象外となりますということですので、まあ、ダブルにね、申し込むことはできませんので、もうも、ここは間違えないようにしてください。で、ちょっと戻りまして、なおいずれも 初めてアンリミット6をご契約いただく方のみの対象と。で、本キャンペーンは本日2021年4月8日8日木曜日より楽天モバイルのウェブサイト及び店頭でも申し込み受付できますということですね。やっぱここ強いですね。モバイルショップで申し込みできるっていうね。ちょっとよくわかんないけど申し込んでみたいっていう方はこういった方法でも結構ありかなと思います。ほんとね、気づけばここにも出てる通り携帯キャリアサービスの本格開始から1年ということで、まあ、何かと話題にしてくれるこう楽天モバイルなんですけども、ここに も出てますね楽天モバイルは2020年4月より携帯キャリアサービスを本格的に開始以降、プラン料金のアップグレードや楽天回線エリアの拡大、楽天モバイルショップの出店やオリジナルデラバイスを含む楽天回線対応製品の拡充などを進め、サービス品質向上を詰めてまいりました。楽天アンリミット6の累計契約申し込み数は本日2021年4月の8日,8日時点で390万回線を突破しています。なお MNO サービスを 含む楽天モバイルの契約数は本日時点で450万回線っていうことねまぁ、あ、ちょっと現実味を帯びてないような数字なんですけどもまぁ、あ、結論的にはめちゃくちゃ今人気になってますよということでまあ前回のね1年間無料のキャンペーンのインパクトが強すぎて契約したっていうのはあるんですけどもまぁ、あ、僕はその一人なんですがそれでここまでのね390万回線を契約してるっていうのはかなりねすごいのかなと思いますねで今回の無料のキャンペーンのちょっと詳細を見ていきましょうここですね楽天モバイルの人もしっかり出てますねこれをクリックした 今回のね楽天アリミットシックスのプラン料金3ヶ月無料キャンペーンルールということで出ておりますまずウェブで申し込みする際は2021年の4月の8日木曜日0時から終了日がなんと未定となっておりますこれね本当いつまでっていうのがね1年間無料と同じようにまだ決まってないのでとりあえず現時点では終了日未定とであと店舗先ほどお伝えしたように店舗楽天ボイヤルのショップでも申し込み可能とこれも4月の8日本日から開始となっておりまして終了日が未定ということですので、まあ、これまでの傾向 であれば、この終了日はね。また改めて、どこかのプレスリリースとかで発表されるのかな、というふうに思います。まあ、前回のね。一年間無料を申し込むことができなかったっていう方からすれば、とりあえず三ヶ月無料のキャンペーンに申し込むっていう価値も結構あるのかなと思いますね。でキャンペーンの条件なんですけども、下記一から三。いずれかの方法にて申し込みをされた。楽天会員の方と、楽天アンリミットシックスに新規で申し込みをされる方、楽天アンリミットシックスに他社から乗り換え、mnp で申し込みをされる方、そして。 楽天アンリミット6に楽天モバイルドコモ回線とか au 回線の料金プランから移行手続き後申し込みをされた方まあこれらの該当される方は今回のキャンペーンに参加することができるとでこのキャンペーンの特典としたらプラン料金がプラン利用開始日から3ヶ月間が無料になるということとユニバーサルサービス料金がプラン利用開始日から3ヶ月間無料ということですねちなみにこのプラン利用開始日っていうのはここにも解説が出てますんでぜひ参考にしていただければなと思いますまあ3ヶ月無料で 試せるっていうのは結構でかいですね。 まあ、とりあえずね、今回に関しては3ヶ月無料のキャンペーンが発表されたっていうのもあるんですけども、まあ、これまでね、開催されてるキャンペーンもありますんで、まあ、そこら辺も踏まえて契約してみてもいいのかなと思います。まあ、申し込むことだけで5000ポイントがもらえるキャンペーンっていうのも絶賛開催中でございますし、それと合わせてね、このスマホ本体も購入することで最大2万ポイント還元も狙ってもいいかなというふうに思います。まあ、けどね、このスマホ本体購入する場合なんですけども、結構在庫切れが多かったりするんですよ。ですけども、例えばですね、これちょっとツイッターで僕 初めてて知っったんんででですすすけけどどももこののの右上の申し込みからですね、まあ、普通にに契約の画面に入ってくんですけどもその際に、例えばこの製品一覧の右下のですね、製品を先に選ぶというところがあるので、ここをクリックすると、まあ、製品を選択する画面というのが出てきます。で、その時に画面を進むと、まあ、在庫切れっていうのが結構多かったりするんですが、まあ、時間帯とか日によっては在庫が復活してるっていうこともあったりするので、まあ、ウェブ上では、まあ、こんな感じにね、在庫切れ入荷予定なしっていう風に記載はあるんですけども、 まあこういった画面からですね、例えばこの OPPO を製品を選ぶをクリックすると、まあご覧のようにですね、まあ在庫が切れてるので、車線が入ってるんですが、 ここまで来ると、もしかすると、在庫が復活してるっていう場合もあるかもしれないので、これはちょっとね、狙ってる端末とかがあれば、こういった方法で買い物かごというかカートに入れるまでを進めてみると、もしかするといける場合もあるかもしれないです。ですけども、ちょっとね、これはタイミングとかにはよるかもしれないので、まあ、暇な時にちょっと試してみて、あ、在庫復活してるなっていうのは確認取れたら、まあ、そのタイミングでね、契約してみるのも結構ありなのかなというふうに思います。 で、もしですね、契約を検討されてる方とか、端末の購入を検討されてる方がいらっしゃったら、まあ、これと組み合わせたら結構ね、威力は半端ないなっていうのがあるんですけども、楽天市場ではお買い物マラソンっていうのはちょっとしたキャンペーンが毎月開催されております。で、これもね、期間は決まってるんですけども、まあ、ここにも出てる通り、エントリー期間が4月7日からスタートして、お買い物の期間が4月の9日、まあ、本日4月の1日なので、まあ、明日からスタートするっていうキャンペーンなんですよ。いわゆるね、 買い回りをすることで何倍っていう風に倍率をどんどん上げてってお得にお買い物することができます。まあ、ここにね、最大52.5倍までっていうことなんですけども、獲得上限ポイントが3000ポイントまでっていう風になってますんで、まあ、これと組み合わせてちょっとでも高いね、端末の代金を抑えて購入するっていうのも結構ありなのかなという風に思います。一応ですね、そのキャンペーンに参加する際には必ずエントリーが必須となってますんで、このエントリーした上でお買い物マラソンと組み合わせて購入、そして契約をしてみるのも結構効率的には いいのかなというふうに思いますでこちらちょっと前の動画になるんですけども楽天モバイルがメインではなくサブで良かったということについてまとめた動画をねアップしてますまあ、その理由とか含めてもしね契約を検討されている方はこちらの動画を見ていただいた上でまあ、契約など判断していただくのも結構ありなのかなというふうに思いますまあそんなこんなで今回は4月の8日本日より楽天モバイルの料金が3ヶ月無料のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました ま、結構ね、この1年間無料のキャンペーンが終わった後に、まあ、どんなキャンペーンがするのかっていうのは全然予想してなかったんですけども、まさか3ヶ月無料のキャンペーンをするとは思ってなかったので、まあ、正直ね、結構面白いなっていうふうに思っております。まあ、今後もね、この3ヶ月の無料のキャンペーンが、 終わった後にも、また何かあるのかなという淡い期待を持ってたりはするので、まあ、そこもね、ちょっと楽しみにしたいとこではあります。で、今回お伝えしたね、楽天モバイルの契約を検討されている方いらっしゃいましたら、以上公式のリンクに関しては下の概要欄にリンク貼っておきますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、とりあえず、いつものやつやっておきます。楽天モバイル